ライアン・エドワード・フラハーティは、アメリカ合衆国メイン州ポートランド出身の、元プロ野球選手、右ト左打。2020年シーズンより、MLB のサンディエゴ・パドレスで育成高知県、先乗りスカウトを務める。相性はフラッシュ。バンダービルト大学時代の2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における、 野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され、銀メダルを獲得した。2008年の MLB ドラフト一巡滅移保で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。2011年12月に行われた、ルール5ドラフトにおいて、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2012年4月7日のミネソタツインズ戦で、終盤にマーク・レイノルズの守備固めに入り、メジャーデビューを果たした。 一年目はユーティリティプレイヤーとして77試合に出場し、保守と中堅守を除く全ポジションの守備についた。2014年3月11日にオリオールズと一年契約に合意した。この年もユーティリティとして多数のポジションを守りつつ、自己最多の102試合に出場。シーズン全体の打率は221だったものの、得点圏で293。 万類の場面で500とよく打ち、数字以上に貢献した。2015年は91試合に出場。相変わらず複数のポジションを守ったが、前年と比べると、ポジションに偏りがあり、56試合が2塁意を守った試合数だった。打撃面では9本塁打を放ったほか、自己ベストの33塁打を記録して、引き続きパワーを示したが、打率。 202はメジャーでは自己最低の数値だった。2016年も同様の役割を担って74試合に出場。バッティング面では打率。217.3本塁打、15打点、2盗塁という成績を残した。守備面では保守と中堅守を除く全ポジションを守った。最も多かったのが三塁手の40試合で3失策、守備率。 969ながら DRS ではプラス6をマークした。ついで13試合で守った遊撃手では無失策であったが DRS はマイナス2だった。10試合以上で守ったのはこれら2つだけだった。また、この年は投手としても1試合登板したが1回で本類が1を含むヒアンダ打3、失点2を記録した。2017年は 右肩の故障で5月から8月まで故障者リストに入ったこともあり23試合の出場に止まりオフの11月2日にフリーエージェントとなった2018年2月8日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月22日に FA となった3月26日にアトランタブレーブスと メジャー契約を結んだ。8月20日にデーフとなり、23日にマイナー契約で参加のトリプル A 級グーインネットストライパーズに配属された。9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月29日に FA となった。2019年2月7日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月20日に一旦 FA となるが4月1日にマイナー契約で再契約した。シーズンでは開幕から参加のトリブル A 級コロンバスクリッパーズでプレーし113試合に出場して打率26319本塁打73打点に盗塁を記録した。 9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となり引退を表明した。2020年シーズンからはサンディエゴパドレスで育成高知県先乗りスカウトを務める。ありがとうございます。